チャリダーは NHKBS1 にて放送されている自転車をテーマとした共用番組、情報番組である。2013年7月から単発番組として放送開始。2015年4月からは原則として毎週土曜18時30分から18時50分にチャリダー開やせ、サイクルクリニックとしてレギュラー放送となった。 2016年4月16日から毎週土曜18時から18時25分に変更となった。その後、2019年度からは本番組の後に放送していたランスマ街の風になれが2019年度からランスマとタイトルを変更して、水曜に移動50分放送に移行したことに伴い、本番組も放送時間が50分に拡大された。 サイクリングを愛好するスポーツマンや各界の愛好者が全国各地の観光地をサイクルツイリングで巡るほかサイクリングを始めようという初心者やサイクリング愛好家の視聴者のためにサイクリングの極意について解説するサイクルクリニックも行われる。また2015年度からこの直前に放送されているランスマガイの風になれとコラボしたランチャリという企画を行っており 1> 第1弾として2015年8月22日に富士山ロケを実施。当番組チームからはマウント富士ヒルクライム大会にいいの学ぶと小島よしおが参加した。チャリダー出演者を参照レギュラー放送はチャリダーこれまでの放送を参照。ありがとうございます。